こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではジーンズとスラックス、あなたはどっちというテーマでお話をしてみたいなと思っています。まあ、メンズファッションにおけるボトムスのバリエーションって結構いろんなものがあると思うんですよね。まあ、例えば先ほどお伝えしたブルージーンズですとか、ブラックジーンズですとか、チノパン、あとはカーゴパンツとかもありますし、他にはジョガーパンツみたいなカジュアルなものもありますね。まあ、その中で僕たち大人世代はどんなものを選べば間違いがないのかというのを考えると、ある程度絞り込みができるのかなというふうに思っています。まず一つ目なんですが、これはもう定番中の定番、ブルージーンズですね。これはですね、いつの時代も欠かせない鉄板みたいなものかなと思います。休日の大人の男性を見てると、なんだかんだでやっぱりブルージーンズの着用率が多いんですよね。決して今っぽいアイテムではないかなと思うんですが、これがマスターピースなのは間違いないかなと思っています。そしてもう一本ボトムスを上げるとしたら、スラックスというアイテムがあると便利なのかなというふうに思っています。まあ、正直ですね、スラックスと聞いてもあまりピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、最近はですね、ユニクロのスマートアンクルパンツというものが非常に出来が良くてですね、こちらを履いている方も結構増えたかなと思うんですが、ブルージーンズとブラック系のスラックスというのは僕の中では二大巨頭かなというふうに思っています。ただこの2本というのは全く個性の異なるものなんですね。全然雰囲気が違うので、どのようにコーディネートすべきなのかも違いますし、どういう人に似合うのかもちょっと変わってくるんですよね。ですのでこの2本を比較しながら、自分はどっちが合ってるのかなというのをですね、今回の動画を見ながら皆さんにはですね、見定めていただきたいなというふうに思っています。ちなみに僕自身はですね、圧倒的にスラックス派なんですね。なぜ僕自身がスラックスを愛用しているのか、それもですね、今回のお話を聞いていただくとですね、なんとなくイメージがしやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。早速ですね、ブルージーンズとスラックスの違いというところをですね、整理してみたいなと思うんですが、大きな違いとして3つ挙げることができるんですね。まず1つ目なんですけども、これはですね、キャラクターの違いというものなんですね。世にあるですね、様々なファッションアイテムにはキャラクターというものがあるんですね。具体的にどんなキャラクターがあるかというと、綺麗めというキャラクターとカジュアルというキャラクターですね。まあ、綺麗めの方の具体的なもので言うと、例えばジャケットですとか、襟付きのシャツですとか、スラックスですとか、革靴ですとか、こういったスーツスタイルでも使えそうなもの、こういったものが綺麗めなアイテムなんですね。一方でカジュアルなものといえば、スウェットだとか、今僕が着てるパーカーだとか、スポーツブランドのロゴがしっかりと入ったスニーカーだとかサンダルだとか、割とリラックス感のあるようなものがカジュアルめのアイテムとして分類ができるんですね。このように様々なアイテムにはキャラクターがあるんですけども、このブルージーンズとスラックスでキャラクターが全然異なるわけですね。これはもう皆さんも分かっていただけるかなと思うんですが、ブルージーンズというのはキャラクターとしてはかなりカジュアルめになるんですね。一方でスラックスというのはかなりきれいめなアイテムに属するかなと思っています。このように特徴が全然変わってくるんですよね。ですのでコーディネート全体を考えた時に、どういう時にスラックスが合うのかですとか、こういう場面にはジーンズが合うとか、ここがですね、大きく変わってくるんですね。もうちょっと具体的にお話をしますと、ブルージーンズというカジュアルなものに対してどんなものが合うのかというと、例えばネイビーのジャケットですとか、チェスターコートですとか、ややきれいめのニットですとか、このようなきれいめなアイテムとブルージーンズをミックスさせてあげると結構バランスがいいんですね。一方でブルージーンズに対してサンダルを履いて T シャツとか、そういったカジュアルな着こなしって大人の男性にはなかなか似合いづらいんですね。ブルージーンズの特徴であるカジュアルさというところを活かしながら、きれいめなアイテムを合わせてもらうとすごくバランスがいいんですね。一方でスラックスというのはその逆ですね。着こなし全体がちょっとカジュアルだなという時に、こういったスラックスというものを使ってあげるとすごくバランスがいいんですね。具体的には今僕が着ているようなフード付きのパーカーだとか、ナイロンジャケットですとか、あとはダウンジャケットのようなちょっとですね、カジュアルめのアイテムに対してスラックスというものをあえて合わせてあげると、かなりバランスが取りやすいんですね。このようにブルージーンズとスラックスで全然使い方が異なるので、皆さんの普段の着こなしにはどっちが合うのかというところが大きく分かれるのかなというふうに思っています。はい、そして2点目の違いなんですが、これはシルエットの違いなんですね。
ブルージーンズとスラックスで結構ですねシルエットは変わってくるんですね。まあ、ブルージーンズからちょっとお話をしたいと思うんですが、まあ、ブルージーンズにもですね様々なシルエットのものがあるんですね。ユニクロの中でもレギュラーフィットと呼ばれるような太めのものもありますし、スリムフィットと呼ばれるものもあればスキニフィットと呼ばれるようなかなりタイトなものまであるわけですね。まあ、この中で僕たち大人の男性に似合いやすいのはスリムフィットだとかスキニフィットのような割と足にフィットしているものなのかなと思っています。これはなぜかというとブルージーンズというだけでかなりカジュアルな印象があるので、その中でシルエットまで緩くしてしまうとかなりカジュアル度が強くなってしまうからです。ブルージーンズを履くのであればあまりですねルーズになりすぎないように足に程よくフィットしている方がバランスがいいかなというふうに思っています。一方でスラックスというのは見た感じはそんなに太くはないんですけども、割とですねもも周りだとかお尻周りにはゆとりがあるんですね。まあ、このようにシルエットの違いがあるということを理解しながら自分の体型にはどっちが似合うのかというところをちょっと考えてもらうと使い分けがしやすいのかなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはおしゃれ度の違いというところなんですね。まあ、具体的に言うとブルージーンズというのは結構ですね定番アイテムなので世の中的にもですね誰が見ても見慣れてるアイテムなんですね。ですのでブルージーンズを見てあの人めちゃくちゃおしゃれだなっていうふうにはですねあんまり思いづらいかなと思うんですね。一方でスラックスというのはまだですねカジュアルシーンで使っている方はそんなに多くはないので、こういったものをうまく使いこなせるとちょっと人との違いというのが明確になっておしゃれに見えやすいんですね。その一方でまだまだ見慣れてる方が多くはないので失敗するとちょっと着こなしの中で浮いてしまうこともあったりするんですね。ですので履くことであまり目立たせたくないのであれば圧倒的にブルージーンズの方が使いやすいかなと思いますし、ちょっと人との違いを出したいだとかおしゃれに見せたいという場合はスラックスの方が断然合わせやすいかなというふうに思っています。まあ、このようにですね大きく3つの違いがですねブルージーンズとスラックスにはあるわけですね。そして僕はこのような点を考慮した上でスラックスの方が好きですし普段もよく履くわけですね。これは結構皆さん人それぞれかなと思うので、この後ですね僕がブルージーンズとスラックスそれぞれ履いてみたいなと思っています。皆さんもその履いた状態を見ながら、いや僕はスラックスの方が好きだなとか、やっぱりブルージーンズの方が安心感があるなとか、皆さんの中でいろいろ感想を持っていただきやすいかなと思うので、ぜひこの後もですね2つの違いというところを比較していただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまずはですねブルージーンズの方から履いてみました。いかがでしょうか。まあ、着こなしをちょっと解説したいなと思うんですが、下に履いてるのはユニクロのですね、僕の場合は結構痩せ型なのでスキニフィットジーンズを履いています。そして内側なんですが、一番下にはですね丸首の T シャツを着まして、その上にですねこちらも丸首のニットを合わせています。そしてさらにその上にはですねネイビーのジャケットを着ています。これはどういう着こなしなのかというと、ブルージーンズというのがかなりカジュアルめになるので、少し上半身にはですねきれいめなアイテムを集めるようにしました。ニットというのはカジュアルときれいめのバランスで言ったらややきれいめのキャラクターかなと思っています。そしてさらにその上に着ているジャケットですね、これはかなりきれいめになるので、ブルージーンズと合わせることでカジュアルときれいめのバランスがかなり取りやすいんですね。ですので僕は休日でも少し小綺麗に着たいなという時にはジャケットとジーンズというですね鉄板の組み合わせを時々するようにしています。そして足元がちょっと見えてなくて恐縮なんですが、ブルージーンズに対して僕はですね基本的にこういったホワイトのレザースニーカーですとか、もしくは先日ご紹介しましたブラックレザースニーカーを合わせることが多いんですね。まあ、ニューバランスのスニーカーとかも合わなくはないんですけども、ブルージーンズがカジュアルなアイテムなので、それに対してスニーカーまでもですねロゴがしっかりとついているものでカジュアルにしてしまうとちょっとカジュアルすぎるかなと思ってしまうので、ブルージーンズに合わせるスニーカーというのはブラックですとかホワイトのシンプルなものを僕は選ぶようにしています。まあ、このようにですねブルージーンというカジュアルなアイテムにはですね少し綺麗さの漂うものを合わせた方がバランスがいいかなと思っています。今回の着こなしというのはかなりですね王道で定番的なものかなと思うので、見ていただいている大人の男性にはですね割と安心感があるかなと思っています。正直ですね僕自身この着こなしというのはかつてはよくやっていましたが、
最近はそこまですることが多くないんですね。というのもやっぱりファッションの仕事をずっとやってると新しいものだとか今までと違うものをやってみたいという気持ちが強くなってしまうのでどんどん違ったスタイルにトライするわけですね。ですのでこのような定番的なスタイルをすることはあまり多くはないんですが、改めて着てみるとやっぱりですねバランスは最高にいいですね。こういった定番的な着こなしの方が安心感があるなというふうに改めて感じています。まあ、特にですねこういったネイビーのジャケットというのをカジュアルに使ってあげると少しきれいめで大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひこの着こなし自体もですね参考にしていただければなと思っています。続いて今度はですねスラックスの方に着替えてみたいと思います。はい、ということでスラックスに履き替えてみました。どうでしょうか。ちょっとですね着こなしについて解説をしますと、ボトムスはユニクロの定番であるスマートアンクルパンツですね、こちらを合わせています。そして上にはですねダークグレーのパーカーを合わせています。下のスラックスがきれいめなので上半身はカジュアルという形できれいめとカジュアルのバランスを取るようにしています。ちなみに足元がちょっと見えなくて恐縮なんですけども、このスラックスが結構きれいめなので足元に関しては僕はローファーとかのようなきれいなものは合わせないでニューバランスのスニーカーというものを合わせています。ボトムスがきれいめで靴がカジュアルというところで下半身でもきれいめとカジュアルのバランスというところを意識しています。このようにですねボトムスをちょっときれいめにするというスタイルの方が個人的には好きなんですよね。で最近のスラックスというのはスーツのスラックスとは違ってかなり履き心地がいいものが多くなってるんですね。スーツのスラックスのように張り感があるものではなくて結構動きやすいようなストレッチ感のあるものが多くなっていまして、ユニクロのスマートアンクルパンツもですねめちゃくちゃ履きやすいんですよね。意外とですねブルージーンズですとかブラックジーンズですとか割とタイトなものっていうのはですね肌にピタッと密着するので僕はですねそこまで履きやすいなとは思わないんですね。その点ですねスラックスというのは程よくですねゆとりがあるので歩いた時だとか動作をした時にもですねすごく楽というのもあるんですね。まあ、かなり履き心地が良くて楽なんだけども見た目に関してはですねスラックスということでセンタープレスが効いていてきれいめに見える、これがですね最近のスラックスのめちゃくちゃ便利な特徴なのかなというふうに思っています。僕の場合今はパーカーを上に着ていますが、他にはナイロンジャケットのようなスポーティーなものだとか真冬のダウンジャケットなんかともスラックスは相性がいいので、着こなし全体を見てちょっとカジュアルかなと思う時にこそスラックスは使い勝手がいいのかなと思っています。一方で襟付きのシャツだとかネイビージャケットだとかチェスターコートだとかこういったものにももちろん合うんですけども、それを合わせてしまうとカジュアルな着こなしというよりはビジネスカジュアルみたいに見えてしまうので、ちょっとですねリラックス感みたいなものが少なくなってしまうかなと思っています。ビジカジで使うのであればスラックスめちゃくちゃ便利かなと思うんですが、休日に使う場合にはカジュアルなものとミックスしてあげるのがすごくバランスがいいかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではブルージーンズとスラックス、あなたはどっちというテーマでお話をさせていただきました。この2つのパンツは2020年現在においてですね大人の男性の鉄板のボトムスかなと思うんですが、それぞれ全然キャラクターが異なるのでどっちのが好きかだとかどっちのが自分のキャラクターに合うのかというのはですね人それぞれなのかなというふうに思っています。僕自身はですねどちらも好きなんですが、スラックスの方が履き心地がいいというのと人との違いというところが明確に出せるので個人的にはすごく気に入っているんですね。だからといってブルージーンズですとかブラックジーンズ全く履かないわけではなくて、シチュエーションによってどちらを選ぶのかを変えるようにしてるんですが、皆さんにとってどちらがしっくりくるのか、今回の僕のですねブルージーンズ姿とスラックス姿2つを見比べていただきながらですね一つの基準にしてもらえたらなというふうに思っています。皆さんがですねどちらの方が気に入ったのか僕自身もめちゃくちゃ気になるので、ぜひコメント欄の方にですね僕はジーンズ派とか私はスラックス派という形でですねどんどんコメントを書き込んでもらえたら嬉しいです。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。